絶対やめて損する iPad の選び方5パターン、自称 iPad の変態が解説します。その1、ケチって安い iPad を買う。 iPad は安い買い物ではないし、買った後何年も使っていくものです。どうせ買うのであったらケチらずに自分が欲しい iPad をちゃんと購入しましょう。その2、必要以上に高い iPad を買う。今の iPad は上位モデルはほんの一部のプロが使うような超高性能マシンです。せっかく買うなら一番いいものをと思ってしまいがちなんですけども、使わない性能にお金をかけるのはもったいない。自分に必要な iPad をきちんと選んで、余ったお金はアプリや周辺機器にお金を回しましょう。3つ目、 iPad をアウトプットに使わない。動画を見るだけ、ネットサーフィンをするだけだったら安い1万円のタブレットでもできます。本当に iPad が必要なのか、もう一度改めて考えてみましょう。4つ目、実機を見ずに iPad を購入する。今の iPad は大きく3種類のサイズがあったり、画面のリフレッシュレートが違ったりと、スペックシートではわからないような違いってのが意外と多いです。高い買い物だからこそ、サイズや使用感を購入前に実機で確認することをお勧めします。最後5つ目は、尺が足らなかったのでコメント欄に書いておきました。